S, S は、ブラジルの女性総合格闘家。バイイア州サルバドール出身。アメリカントップチーム所属。現 UFC 世界女子フェザー級王者。現 UFC 世界女子バンタム級王者。UFC 女子、パウンド4パウンドランキング1位。UFC 史上6人目の2階級制覇王者。 UFC 女子選手史上初の二階級制覇王者。UFC 史上三人目の二階級同時王者。5歳からカポエーラ、7歳から空手を始め、16歳から姉に誘われて、ブラジリアン柔術を始め、ボクシングも始めた。19歳の頃に総合格闘技へ転校した。2008年3月8日。 総合格闘技のトレーニングを、初めてわずか6ヶ月後にプロデビューするも、アナマリアに腕ひしぎ十字固めで 1R 一本負けを、喫した。2009年12月12日、バネッサ・ポルトと対戦し、2R 終了時にコーナーストップで TKO 勝ち。2011年1月7日、アメリカデビューとなった、ストライクフォスチャレンジャーズで、後のベラトは世界女子フェザー級王者ジュリア・バットと、 対戦し、左フックでダウンを奪いパウンドで、開始14秒の小勝ち。6連勝を飾った。2011年9月10日、ストライクフォス、バーネット VS、ハリトーノフで、アレクシス・デービスと対戦し、パウンドでニティコ負け。2013年1月5日、インビクタ FC4 でサラダレリオと対戦し、0から3の判定負け。2013年8月3日、 UFC デビューとなった UFC163 で女子バンタム級ランキング10位のシーラガフと対戦しグラウンドの肘打ち連打で1ティコ勝ち。2013年11月6日 UFC ファイトフォーザトゥループス3で女子バンタム級ランキング9位のジャーメインデランダミーと対戦しグラウンドの肘打ち連打で1ティコ勝ち。二千十四年九月十七日 u f c 七十八で 女子バンタム級ランキング1位のキャット・ジンガノと対戦し、パウンドでサンティコ負け、UFC 初黒星となった。2015年8月8日、UFC ファイトナイト、テイチェラ VS、ストリート、プラで女子バンタム級ランキング4位のサラマクマンと対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年3月5日、 UFC196 で女子バンタム級ランキング10位のバレンティーナ・シェフチェンコと対戦し3から0の判定勝ち。UFC 世界女子バンタム級王座獲得2016年7月9日、UFC200 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで王者ミーシャテートに挑戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち、王座獲得に成功し、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年12月30日、UFC207 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで女子バンタム級ランキング1位の挑戦者、ロンダ・ラウジーと対戦し、スタンドパンチ連打で開始48秒の TKO 勝ち。王座の初防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年9月9日、 UFC215 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで女子バンタム級ランキング1位の挑戦者バレンティーナ・シェフチェンコと再戦し2から1位の 5R 判定勝ち2度目の大座防衛に成功した2018年5月12日 UFC224 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで女子バンタム級ランキング2位の挑戦者 ラケル・ペニントンと対戦し、パウンドでゴティコ勝ち、3度目の王座防衛に成功した。UFC 世界女子フェザー級王座獲得、2階級制覇2018年12月29日、UFC232 の UFC、世界女子フェザー級タイトルマッチで1階級上の、UFC 世界女子フェザー級王者クリスチャン・サイボーグに、挑戦し、開始後1 1秒に、 右服で小勝ちを収め、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。女子バンタム級に次いで女子フェザー級の王座獲得に成功し、UFC 史上6人目となる2階級制覇を達成し、UFC 女子選手史上初の2階級制覇王者となった。また、2階級の王座を同時に保持したのは、UFC 史上3人目となった。2019年7月6日、 UFC239 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで女子バンタム級ランキング2位の挑戦者ホリーホルムと対戦し右ハイキックでダウンを奪い追撃のパウンドで 1RKO 勝ち4度目の大座防衛に成功しパフォーマンスオブザナイトを受賞した2019年12月14日 UFC245 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで 女子版タム級ランキング1位の挑戦者、ジャーメインでランダミーと再戦。合計8度のテイクダウンを奪い、グラウンドで圧倒して3から0の 5R 判定勝ち、5度目の大座防衛に成功した。2020年6月6日、UFC250 の UFC 世界女子フェザー級、タイトルマッチで挑戦者、フェリシア・スペンサーと対戦し、終始一方的に、 スペンサーを攻め立てて3から0の 5R 判定勝ち。フェザー級王座の初防衛に成功し、女子 UFC において2階級王座を同時に保持した、ママ両階級の王座防衛に成功した初めての選手となった。2021年3月6日、UFC259 の UFC 世界女子フェザー級タイトルマッチで挑戦者、ミーガン・アンダーソンと対戦し、 トライアングルアームバーで 1R1 本勝ち。2度目のフェザー級大座防衛に成功した。ありがとうございます。